長野市議会の最大会派親友会が市民向けの研修会の参加者に政務活動費から交通費や景気代を支出していました。法律が禁じる寄付行為ではとの指摘も出ています。問題が指摘されているのは長野市議会の最大会派親友会が年に 1,2 度開いてきた数十人の市民を集めて意見を聞く研修会です。政務活動費の領収書や会派への取材によりますと、2018年以降の研修会の参加者に住所や交通手段を問わず交通費として一律に3000円を支給、一人当たり1500円分のケーキセットを提供したこともありました。いずれも公金から会派に支給される政務活動費から支出していました。今回の問題を受けて他会派や無所属の議員などは申し入れをしました。公職選挙法違反を指摘する識者もおり、私たちも寄付行為違反ではないかと懸念を持っているところです。こう語り市民への説明を求めました。親友会はこのような支出について条例や市議会の規則に記載がなく会派独自の解釈で支出してきたといいます。ただ今回の指摘を受けて見直す方針を決めました。今までの前例踏襲できたことをやっぱりきちっとしてここで改めて見直すべき、親友会の議員全員がそれはもうそれで一致しているので、具体的な内容は今後詰めるとしています。